私は調査兵団団長ハンジ・ゾエだ。おい待って、私が団長だ。何言ってんだハンジ。ああ、ごめんごめん、イルヴィンいたんだね。いるぞ。私の名はエルヴィン・スミス。リヴァイ、挨拶してくれ。リヴァイだ。本当にこのチビちゃんは。今日はチビだけにチビるんじゃないぞリヴァイ。だからチビじゃないって。おい、言ってるんじゃねえ俺を。あ、すまん。今日はこの3人で無人島の屋敷で行方不明になったエレンを捜索するべく我々が調査する。了解だ。では、そうい突撃。おい、最後なよなよしてたぞお前。いや、気のせいだ。突撃じゃん。本当は突撃したくねえんじゃねえかお前。本当は私嫌だぞこんな暗い。ガチビビりしてるからな。怖がりだもんな。俺は建物か。ハンジ、ちょっといい、いい声で、お前のいい声で呼んでくれ。いいか。ああ、消えた。さらに一歩進んで、悪の蓄積の物語を見ることができます。12秒だな。だから、物語は十分な邪悪なエネルギーが一点に集中しているとき、力は周りの全ての邪悪なエネルギーを取り巻く闇から来るということです。ちょっと何言ってるかわかんないんだけど。何言ってるんだ。何言ってるんだ。エレンみたいだな。これは、闇が本当に支配的であり、近くの全ての人の良心を消費する物語です。止めてもらえますか？あなたはそれを破壊することができますか？多分これちょっと、制作が海外だからちょっと、日本語翻訳。日本語翻訳おかしいな。ぐっちゃぐちゃになってたな。文章が致命的に壊滅的だ。めちゃめちゃ暗いぞこれ。暗いな。なんだ。私たちが実際にこれを、でも真剣に気をつけて。何か悪いことが起こったらすぐに去ってください。出て去れねえだろ。どうやって去るんだ。場所をチェックして出発してください。シフトキーを押してもらえ。おう。あ、ダッシュがシフトキー。ダッシュだな。なるほど。なるほど。スタミナとかないか大丈夫かこれ。ない。ないのか。うん。とりあえず我々はエレンが、な、ああ、行方不明になった屋敷へ向かう。屋敷に向かってるんだな、これは今。まあ、最初はまあ、何もハプニング起こらんだろ。お、こんなところに。なんだあれは。テントか、これは。テントが張ってあるぞ。おう。誰だ？いい。人が住んでた痕跡があったってわけか。ああ、そういうことだな。非常に古いロック。これ破壊するってことか。破壊できるんじゃないか。超硬質ブレード用意。葉っぱの用意だ、リヴァイ。葉っぱです。葉っぱまで行くのか、お前。やりすぎだろ。やりすぎだろ、お前。この扉はぶち壊す。な、俺の蹴りが、俺がいたら蹴りでな、ぶち開けられるんだから。確かに。そうだ。な。今は。お前の蹴りは強いからな。うん。お前も蹴ってやろうか。それは困る。私の骨が折れるだろう。なあ、お前の両親の骨を折る。ちょっと待て、これ鍵を探すってことか、ハンジ。今戻ってキーピック取ってこいって言われたぞ、司令官から。何、司令官、私だ司令官。どういうこと。今連絡くれているのは司令官じゃないのか。司令官だと誰だ。ピクシスか。ピクシス、ピクシス、ピクシスか。ピクシス司令官。ピクシスってタメ口言ったな今。わ、大声で歩くのやめなさいって言われた。私、我々の声聞こえてるらしいな。なるほど。マジか。あ、これか。これが、キーピックだな。落ちるんじゃねえぞ、エルビー。あ、任せろ。私大丈夫だ。体幹しっかりしてるから、私鍛えまくってる。ムキムキだかんな。調査兵団はみんな、立体軌道の操作の影響で体幹はすごいからな。そう。そういうことだ。しかし、あの時のエレンはびっくりだな。あの壊れた立体軌道装置で、耐えてたからな。そうだな。ああ。悪くない。逸材を、みすみす失うわけにはいかんからな。だが、そのエレンさえも、この屋敷に行くと、行方不明になってしまった。まったくまた恐ろしい話だ。すぐに助けに行かなければ。俺たちもそうはならねえよ。気をつけねえとな。そうだな。気をつけるぞ。では、ここから。キーピック、私やったことないけど、本当にできんじゃねえか。おー。そんなのなくてもいけそうなぐらい簡単だ。そうだな。ここエレンの家か。地下室か。地下室早いって。地下室。く、暗っ。待て待て待て。早速ちょっと怖いぞ。まあ、まだ大丈夫だろう。まあ、まだ焦るし。チュートリアルって言ったところだ。チュートリアルか。いや、だからリヴァイ油断するな。待て、人形ある。人形がいるな。マジで怖え。壊れたテレビ。はあ、なかなか古いな。これなんだ、冷蔵庫か。冷蔵庫っぽいな。冷蔵庫っぽいな。電気が通ってないな。
そうだな、これ懐中電灯の充電大丈夫か、うん、リヴァイしっかりとお前モバイルバッテリー持っとか、リヴァイモバイルバッテリーあんのかよな、ここあんのかよ。ねえか、この世界線ねえか。うん、懐中電灯、この懐中のおかげでなかなか見やすいな。そうだ、そうだな、懐中電灯だいぶ見やすい。ああ、いや、なんか今テキスト出たが、なんだ今のテキスト。何が見えるみたいなことを言ってた。君には何が見える、敵は何だと思う。すまない。なんだなんだ、ん、んこれ、んどういうことだ、なんだこれ、なんだこれ、時計の針が進んでるの。謎解きが進んでる。時計の針を巻き戻す。違う。音痴、音痴。致命的音痴。誰が音痴だ。お前のことじゃ。ちょっと待ってください。なぜボートは動いてるんですか、なぜそんなに早くしっぱ、何お題より置いていかれたのか、ボートが、直し、まさか、マジか、ボートが盗まれたのか。どうやら、我々、置いてかれたらしい。なんということだ。そのようだな。ミケだ、ミケ、ミケ、あいつ裏切ったぞ、ミケ。あいつか。いや、ミケが運転者じゃない、このボートを。タワーごと、私は信号を失っています。まずいまずいまずい。司令官からの、ピクシスからの、ピクシスも、声が、裏切り者が、ピクシスからの信号がなくなったってわけか。もしか、この裏切り者が、彼ら私自身の所持品に、カロちゃんもこれもう、壊滅的なこの日本語だな。うん、壊滅的な、壊滅的な状況から、さらに壊滅的な文章力だ。そうだよ、これ。ミカサか、これ。ミカか、彼らはミカサじゃないか。ミカサなのか、これは。ミカサを探しています。彼らは非常に怒ってパニックになっている。しかしなぜ、彼女はここで私たちの中で最も甘くて静か。どういうこと、彼らは彼女に何をする。我々に言われたってそんなことわからん。全然わかんないな。じゃあそんなことをするやつじゃないってわけだ。うん。しかしこれだけじゃわからんな。これの謎は解けんぞ。この謎解きは、今の状況じゃ答えられないな。ここは後にしよう。あ、周りにヒントがあるはずだ。次へ進むぞ。ちょっと、何かヒントがあるのかもしれんが。部屋の中にはなさそうだけどね。エビン、一旦ここを出てみたらどうだ。一旦出てみる。私ちょっともう怖くて、もう本当にちびりそう。本当にちびりそう。まだ大丈夫だ。焦る時じゃない。ロックスミ。まだ全然怖くねえだろ。何ロックスミ。これはキーピックは使えない。これは多分、あっちじゃないか。キーピック使えないのか。キーピック使えない。マスクは、あれだ、壁、ガラスを破ってそっちから行くんじゃないか。さっきの小屋から。なるほど。さすがハンジ。賢いな、ハンジ。お前やっぱり慣れてる。ああ。次の調査兵団はお前に任せる。いや、私が今の調査兵団だ。何？違う。調査兵団団長だ。私が調査兵団団長だ。おい。お前か。どうやら、防弾ガラスみたいなぞ。何？悪いことはできねえよ。悪いことできねえぞ、俺。どうすりゃいいんだ、ハンジ。お前のハンジ間違ってるぞ。この、なんだ？俺がヒントってわけか。ヒントはないのか？一旦船に戻るっていう演出じゃないのか、さっきの。もしかして。あ、それは可能性はあるな。そうだ、ここ一旦戻ろう。一旦沈くぞ。あ、総員、撤退！撤退！ただしにカラネスクへ帰還せよ。間違えた、カラネスクじゃねえのか。ボートだ、ボート。ボートを確認しに行け。これ、ミケ乗って逃げたな、あいつ。あいつ帰ったら死ぬ。ミケ。お前どんだけ武力強いんだよ。帰ってんじゃねえ。なんか置いてある。ミケからの起きてるのに。ミケからの起きてるのに。読んでみてくれ。うん。なあ、エルビー、お前が読め。本当に申し訳ない。本当に申し訳ない。一体何が。すまないで済むのか、これ。ミケ。今、トゥンクトゥンクしてるぞ。なんかトゥンクトゥンクしてる。トゥンクトゥンクしてる。なんだなんだ。どういう状況だ。待て、主人公これ焦ってるな。焦ってるな。え、これなんだ。え、走ったから疲れてるとかっていう演出じゃないの？いや、置いてかれたショックで、精神が参っちまったんじゃないか。そうだ、そっちだと思うが。そういうことか。なんか、余計に酵素を引き立ててるな。うん、うん、うん。なぜこいつは置いてかれたのか。ああ。怖い。いや、どちらかというか、なぜ、本部の者たちは、帰ってしまったのかが重要だな。ああ、そうだな。置いてる。開いてるな。俺が蹴り破ったみたいになってるぞ。そうだな。本当だ。壊された形みたいな。とてつもないパワーで壊されてるぞ。はあ、このパワー。このパワー。うん。待って、声がするぞ。は？なんか泣いてるぞ。なんだ。なんか声する。おい。あ、待って。足止まりじゃない。なんか近い。ちょうどやめて。ああ。
もうやめて、本当に。音を立てるんじゃねえ。はい。どこどこどこ？左、左側から。左側から声がするな。まっすぐ行った左あたりから。ちょっと待って、私、片耳イヤホンだからわかんねえ。ちょっと待って。ちょっと両耳するな、今。ああ、多分。うわ、マジ声。左側から声がするぞ。確かに。左、一旦右行ったらどうだ？ここ空いてるか？行くのか。3番、3番ロック済みだな。なんか歌声、鼻声、鼻歌？鼻歌みたいな。その3番、もう一回見てくれないか？ 3 番か？あ、3番だ。その3番、赤くないか？赤いの？赤い。どこがだ？数字が赤いぞ。数字赤い。数字が赤いのか。あ、赤か。ほんとだ。数字が赤いな。じゃあそこま、戻って、一回、来た道を戻って、右の方の、さっきのロックされていた扉見てもらっていいか。うん。右、右だ、右だ、さっきのとこだ、さっきのとこだ。ここが。そこ、3番あそこの3の赤か。僕の3なのか。うん。色が違って、数字が違うかと思ったんだが。そうではないようだな。違うな。まずい、マジでこの女の人の声、マジで怖い。近いぞ。だから何か、この文字が何か意味があるのかもしれない。ああ、一応覚えておこう。しかも、うん、うわぁ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 びっくりした。この島には屋敷があります。金持ちは年に一度島を訪れ、すべての恐ろしい取引に参加する。ルルルル人身売買、奴隷制、拷問、武器取引、情報収集。あなたはそれに名前を付けます。ちょっと何言ってるかわかんない。最後ら辺ちょっと何言ってるかわかんないな。島は本土から十分離れています。目撃者は法律はありません。島に連れて行かれた不運な人々への憎しみと恐れだけ。おー。約一週間前、世界の指導者や有名人が行方不明になりました。島に関する情報をフォローしている。インターネット上の多くの人々。早い。早いな。多分接続があります。なんだ、多分って何だ、多分って何だ。接続しろ。なんだそれ。なんだこのわけのわからねえ文章は。本当に怖いな。待て、さっきなんか女の人降ってきたよな。女、なんか中が降ってきたよな。下敷きにされたな。なあ。なんだ、ここどこだ？エルヴィンが下敷きになったぞ。おー。痛えぞ。ここは、なんだ、なんか閉じ込め、どこだここは。閉じ込められたんじゃねえか、これ。そのようだな。いや、怖い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 。明らかに元いた場所と違うな。うん。室内だな。なあ。しかも、地下室。割と、いや、全然違う。違うか。お、ちゃんと綺麗だぞ。しっかり家じゃないか。そうだな。そう。なんだこれ。懐中電灯広いんじゃないか。懐中電灯を、どこだ私の。あ、ここに今、ん？なんかパーツゲットした今。なんか拾ったな。その懐中電灯。これか。ああ、それを拾ったな。これ取った瞬間、なんか目の前にいるとかないな。大丈夫だ。いや、そんなね、大丈夫だ。最悪すぎだろ、そのゲーム。最悪だな。いや、でも、なんだこの赤い。なんか、屋根広くね？屋根高くね？屋根高いな。だいぶ高級感のある家だ。めちゃめちゃ高級感あるぞ、ここ。確かに、この暖炉もなかなか上等なやつだ。うん、ね。こんな我々の世界ではこんな上等な家ないぞ。なんだこの音。なんだこの音。ラジオはやかましい。ラジオ。やかましい。なんだこれ？トイレか？ここロックされてるんだ。そうだな。それそれ。簡単には出してくれないということだ。これ巨人の痕跡か？この家の中に巨人が？ヤクザラと扉だってでかくないかな？でかいな、それ。だいぶでかいね。あくんかい。確かにだいぶでかい。いや、多分おそらく海外の家がモデルとなってるからな。そうか。海外はでかいぞな。外の世界もでかい。だからばかあるな。ロック済み。ん？ん？あ、お前、ちょ、あれだ、段ボールを多分蹴ってんの、お前。まずは探索だ。さあ、まずは探索しないと始まらねえからな。ああ私は足、ねえな、足癖悪いからな。ゴロつきだもんな、私も。今はマジビビってるから、地下街のゴロつきみたいな目つきしてる。地下街のゴロつきみたいな目つきしてるな。してるな、だいぶ。ここもロック済みか。だいぶロックかかってるな。これをすべて謎を解けという。広そうだ。どうした？何？声がする、声がするぞ。声がしたか、今。マジか。あ、なんか、泣いてるぞ。近くで。いや、近くないか。部屋的には少し離れてるところから。あ、この先だな。その先だな。どうす、なんだ。
いや、進むしかない。進むしかないんだ。私、進むってよく言うけど、私もう進みたくねえもん、もう。マジで進みたくない。ガチビビリしてるな、ガチビビリ。どうする？上行くか、どうする？いや、とりあえずこの回を探すか。そうだ、とりあえず下だ。すごい、すごいバランスだな、これ。すごい癖だな、これ。なあ。バランス感がすげえな。どうした？トンって言ったぞ。トンって言ったな。多分こいつの足跡じゃないか。あの、いや違う。蹴った音じゃないか。いや違う。何者かがいる。扉が開いたり閉まったりしてるな、これは。ここは開くのか。ここロックされてる。1の赤。1の赤。1の赤。なんだこの黒ずみマジで怖いの。汚いな。やばいなぁ。これなんか閉じ込められるんじゃねえか、これ。いや、可能性はあるぞ。うわ、開いた。開いたな。これ何がある？ガスがあるな。爆発してる。ガスか。地味に怖い。なんだそれ。パーツをゲットした。何なんだろうな、何のパーツなんだろうな、それ。何かが集まってるな、パーツ。なあ。一体何に使うんだろうか。とりあえず、あとは上か、うん、そこの右は。そこは開かないのか。ここは開かない。開かないな。じゃあ、あとは上か。上だな。上に行くしかないか。この階段も高級感すごいな。なあ、螺旋階段ってやつだよ、これは。あ、ここもロックか。ここもロック、ゼロだ。ゼロ？ゼロなようだ。ゼロ。今はゼロ。もう行ける場所はねえんじゃねえか。行ける場所今のとこないぞ。これジャンプとかできねえか、これ。できねえの？いやいや、はしゃぐな、お前、こんなところで。ジャンプしようと意味ねえだろ、お前。マジか。なあ。ぴょん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 跳ねてるぞ、私。これはなんだ、このベッドの上にあるやつ。桜だな。やった後か。やった後か、やった後。やった後って違う。どうじゃない。これ、変えたとは。桜だからだ。これ、どうすりゃいいんだ。何なんだろうね。一旦こっちの部屋戻るか。何か変化が起きてる可能性。なあ、確かにな。その可能性はある。ラジオか急に喋り出すとか。ないか。確かに。ないか。その左の大きい扉も閉まってるんだよね。あ、すまん、開いてた。おーい！おーい！やるねえ。前出しちゃった。何だったんだ、今までの尺は。いや、すまない。本当にすまないと思っている。うん、なんだ、なんだこれ。手紙か？うん、手紙が。置いてあるな。ちょっと今、手短くて届いてないね、多分。誰が手短いの手短いよ。私のこと知るとディスったろ。いや、そんなことないよ。そんなことないか。うん。あ、取れるな。お。手紙だ。読んでみてくれ。フィクス司令官。私たちはここで多くの注目を集めており、誰もがそれに夢中です。仕事全体をスクラップします。私はこの場所を燃やして明日の朝出発します。何燃やすつもりか？ん？どういうことだ。文章の意味がもうめちゃくちゃだ。わからんぞ。とりあえずこいつは怒り最高やろうというわけだ。本当に手紙は何の役にも立たないんだけど、今の、うん。うん。なるほど。難しい本ばかり。私みたいなバカはわからん。ただし、進撃の巨人の漫画みたいなのが置いてあるな。確かに。進撃ファンか。パッケージと似てるな。これで何か変化が起こったのかもしれん。確かに、ね、伏線回収したのかもしれない。何か変化が起きてないか。ちょっと、女の人が急に出てくるとかマジで勘弁だからな。いや、本当に勘弁してほしい、それは。ビビるんじゃねえ。舐められちまだろうが。一回上行くか。大したも変わってないのにさ。ん？ん？なんか声は聞こえるんだよ。うん、声はするんだけど。な。エレンか。いや、エレンはこんな、可愛い声出せんだ。めめしく泣かないよ、エレンは。あいつは中二病だからな。戦いつって鏡の前で、頭おかしいから、あいつ。お前がいいんかい。うん。私、進めって鏡の前で毎日練習してる。お前も似たようなもんじゃねえ。あの決め顔で練習してるんだな。何か私は見逃しているのかもしれん。うん。まあ、私みたいな優秀な奴が見逃すはずは普通はないんだ。優秀な奴。なんだ私にイチャモンつけよってるか。優秀な奴は自分で優秀とは言わねえんだ。ああ、すまん。そうか。すまん。すまん、スミス。好きだな、それ。最近言うよな。最近好きなんだ。おい、ハンジ、ウィキペディアさんだ。ウィキペディアを調べるぞ。なあ、調べろ。調べてる間に私は適当に探索しておこう。俺は今、どこかの部屋に金庫がある。それを探すんだ。金庫。金庫だ。おそらく、あれだ。ここじゃないか。
いや、そっちじゃない方だ。これじゃない方だ。そこを出て右行って、階段の手前左だな。手前左。奥の扉だ。ここか？そっちに金庫があるみたいだ。探してくれ。金庫が。それだ。あ、これか。これか。なるほど。見逃してんじゃないか。見逃した、すまん。私見逃した。普通の探索不足じゃないか、お前。そうだね。探索不足だった。それが、ギミックだな、謎解きの。開けることはできないか？これで開けれるか。お、開いた。開いた。これはなんだ、うん、鍵か。なんかな。あれ、巨人だぞ、今の。巨人だったな。巨人だね。今のやつ。待て待て、マジでビビって、ちょっと待って、待て。ちょっと待って。襲われなかったな、今。なんで襲われなかったんだよ、私。なんであいつはもしかしたら味方なのかもしれない。ちょっとマジでビビった、今。ちょっと待って。いや、俺もマジでビビって、油断してた。マジで油断してた。ものの数分間ずーっとぐだってたから、急に来てびっくりしたさ。本当だよ。びっくりした。ガチの巨人だったの。ガチだったな。ガチだね。南京錠って書いてたよ。南京錠ってことは、あそこ宝箱ってことか。そうだね、多分そっちかな。そういうわけだ。多分こっちだろ。どうした？何の音？何の騒ぎだ？爆発したような音したけど。サシャの包皮です。おい、サシャの包皮でかすぎだろ。サシャ無事じゃないぞ、多分。でかすぎるぞ、お前。サシャ内側から爆散してないか。葉っぱの音みたいな。うん、葉っぱ打ったな、今。ドアのハンドルのペア。ハンドルのないドアはどこ？ハンドル。ハンドルがないドアは見てないんじゃないか。ハンドルのないドア。わからない。あそこの、ここじゃないか。ここじゃないか。ここか？ここっぽいがね。いや、それは、ここは違うな。違うね。どこかでドア見たい。どこだ？2階とか、ドアの場だっけ？そこはもう2階ドアの場だね。うわ、なんか、ここが怖い。2階を見てみろ、エルビここ。ドアの場ある？ないね。あ、ないな。開いちゃった。開いた。開いちゃったぞ。開いちゃったぞ。ここで2階を探索するというわけか。そういうことだ。もう怖い。帰りたい。帰れないんだ、我々は。もう帰りたい。もうエレンなんてどうでもいい。もう帰りたい。早いって、お前。ちょっとぐだってほぼ尺ねえんだから、お前。そうだ。ロック積み。やっぱ巨人だよな。でかいもんな、でかいな、だいぶ。確かにでかいな。ちょっと、お前らちょっと喋り続けて、ちょっと静かになって待って。頑張れ、頑張れ。マジか。なな、なんだ、何もない。何もない、問題ない、大丈夫だ。大丈夫か、きしんでる音だ。じゃねえ。おめえのバカでけえ声でこっちはびっくりすんだよ。そうだ、本当にそうだぞ。うるせえよ。あ、すまん。ロック済み。ロック済みだな。ロック済みだな。ロックしてる。あそこはまだいけないというわけだ。マジで。右とだえる。血がついてる。いや、右は、さっきのとこだな、これ。それはさっきのとこだな。待て、この先マジで嫌な予感する。巨人出そう。これ、大丈夫だ。とりあえず手前の扉から調べていこう。うん。当たったしから。見落とすんじゃねえぞ、あんまりビビりすぎて、お前。わかった。そうだね。ビビりすぎて見落とすな。スピーカーいいな。これめちゃめちゃ爆音で。中の人出すな、お前。絶対中の人が欲しいやつ。待て。よく画面を見ろ。そのテレビの、あ、それの。緑色のがあるぞ。緑色が見え。壁を見ろ、壁を。壁か。何か数字があるだろ。何？本当だ。1って書いてあるぞ。本当だ。1、4。おそらく、そうだね、4だな。1、4。待て。1、4。待て、形も重要だろう、これは。これ、下にあったやつだ。私が写真を撮っておこう。あ、下でお前が崩そうとしてたやつだな。あ。1と4。これは。獅子型が1で、丸が4というわけだ。そうだ。待て。これなんかプレイステーションの最新型みたいなのある。プレイステーションのマークみたいなのがあるな。残り三角と四角の文字がどこかにあるはずだ。探してくれ。これ防音のやつか。これ防音だね。そのようだな。防音材があって。中途半端な防音。そうだな。そうだよな。結構ズボラだよな、これ。いや、多分これあれじゃないか。機能よりも見た目を重視してるな、おそらく。だな。そういうわけか。へえ。ここは何の部屋だ？寝室のようだな。なんか折りあるぞ、これ。私入っていいか。なんでお前入ろうとしてんだもん。いや、怖いんだ、私。なんだ？今、7番が見えたな。四角の7が今見えたぞ。四角の7。ほんとだ。アンジメモしてくれ。任せろ。四角の7だぞ。おー、この絵怖いな、なんか。巨人か？巨人っぽいな。巨人っぽいな。
巨人にしてはカラフルだな。お、キングサイズか。あ、それは手紙がある。手紙があるから。これなんだ、メガネもある。メガネ。そしてまたコンドーム。コンドーム。どこにもあるな。しっかりとコンドームあるな。絶対これコンドームだろ、これ。ペット多いね。ペット多いな。ベッドでもこれ絶対コンドームでしょこれ。やった後でしょこれ。コンドーム大好きすぎるでしょリバー。コンドームにしか見えなくねこれ。本当かこれ。私には鼻にしか見えんぞ。私にも鼻にしか見えないんだけど。お前いやもう心汚れてんな。あそうだ。さっきの嫁。汚れすぎだろタラちゃん。誰がタラちゃんだ。さりげなく俺をディスるな。すまん。しかしこれか。滞在期間の短縮を心よりお詫び申し上げます。残念ながら使用人の一人が多くの人に危害を加えているようです。その結果、あなたの安全のために私たちはあなたが安全に本土に戻るためのボートを注文しました。次の滞在は無料になります。なんだこれ。次の滞在は無料になります。滞在しねえよもうこんなとこ。例えばさっきボートをなくなった時に申し訳ないって書かれたよね、うん、そう、うん、多分そいつが持って行ったんじゃないか。そういうことか。そういうこと。これはお前宛ての手紙じゃない。うぅ、誰か、びっくりした。いるいるいる。10人いたぞ、10人。10人いた。1000人いたぞ。1000人いた。マジ怖い。ちょっとドクンドクしてる。え、あれ、もう一度開けるべきか。ドクンってこと？え、あ、いや、どうだろう。どうだろうな。え、あと足りないのってなんだ？数字。視界が暗くなってるな。南京錠を多分他のところでも使えると思うんだよね。ああ。南京錠の鍵。南京錠の鍵使うとこあったか。一階に、扉に2箇所ぐらい南京錠かけられたんだけど。あそこにお邪魔するのはちょっと危険だな。入るな。待って、開いたぞ。あ、来いってことじゃない？来いってこと。来いってことか。行くべきなのかこれ、ハンジ。いくらでも。選択や。おそらく行かないと。これもう、行くぞ。行くしかない。さあおい、突撃！突撃！いねえの。いないね。さっきのやついないな。さっきの巨人どこ行った？私が駆逐してやる。いや、でもサイズ感は私たちとあまり変わらなかったぞ、今の。マジか、ここ怖いな、ここ怖いな。え？怖い怖い怖い。大丈夫か？お前、ビビりすぎだろ。待って、いるぞ。見えたけど！足見えるぞ。足。なんかアイテムある。どこにアイテムある？どこにアイテムある？ベイビー、上だ。カーテンの方をよく見ろ。待て。見えるぞ。足見えるか、リヴァイ、お前。足見えるが、取るしかねえだろ、もう。取るぞ。それ取るしかない。あれ、来ない？俺、来ないの？来ないな。うん、来るやん、一緒。雷？雷の音だ。これ、ちょっと、私、覗いていい？女の人、覗いていい？行くか。突撃するか、エルヴィン。突撃！それはいいことではありません。それはいい考えではありませんけど。止められたな。ちょっと。やめておく。アイテムを見てくれないか。あ、無事だ！なんだ？なんか。あれ？なんかこ、さっきあったか、こんなの。いや、なかった。なかったぞ。なんだこれ？さっきまでなかった。アイテム見ていいか。なあ。あ、1？ キーの一部。1をゲットしたな。3つくらいになると思います。1？ 全部で3つか。次は、下の階の探索だね。いや、下の階もまだ未探索が多いからな。ああそうだね。いや、マジで怖え。追いかけてきたりしねえか。ビビるんじゃねえ。まだ、舐められちまうだろうが。丈夫そうだけど。私を舐めんじゃねえ。私まだ、ビビビビってねえからだ。ビン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 って、え、開いてたっけ？ビビって。あ、ここ開いてたっけ？ここ開いてなかったよね。いや、ここ開いてなかった。ここはさっき開かなかったぞ。待て、声聞こえる。いる。でも、これは行くしかなさそうだ。行くしかないか。行くしかない。絶対何かいるぞ。右から聞こえるか。あ、ラジオか。三角の2。三角の2。ハジメモ。待って、これあれか。あの、ラジオから声聞こえたんだ。あ、そういうことか。OK だ。OK。それアイテムがあるぞ、手前に。アイテム。もうしっかり防音してるな、ここも。どういうことだ。防音も意味ある。すぎだろ。これなんだ。なんだこの部屋。なんかギミックっぽいね。ギミックっぽいな。この歯車を探せというわけだ。そうだね。ちょっとこれ毎回振り返るときマジで怖いんだけど私。なんだ。何の騒ぎだ。
しまったしまった。閉められた。なんで、多分私叫びすぎて声入ってないかもしれない。いや、入ってる入ってる。入ってるですよ。声聞こえたぞ。大丈夫だ。待って、開かない、開かない。閉じ込められた。エルビン。マジで閉じ込められた。すぐに脱出しろ。待て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 。待って、ビビった。え、待って、懐中電灯やばい。懐中電灯やばい。やばい、やばい。やばい。え、来る、来るぞ、来る。うん。探査機来るぞちょ、マジ無理、マジ無理、マジ無理。大丈夫か。待って、どうする？まさか。これは。マジ無理、マジ無理。え、この状態で。待ってんだよ、これは。ちょ、待て待て。いる、いる、いる。エルビー動けないのか。あ、消えた。あ、消えた？本当消えた？エルビー。開いてる。開いてる。あー、助かった。心臓に悪い。やぶねえな。なんだ今の演出は。待て待て待て、戻るんだ、エルビー。なんだ？金庫のパーツが揃った。あ、そうか。金庫どこだっけ？そうだ。2階か。もう私もう緊張しすぎてもう忘れた。忘れんじゃねえよ。うん、そうそう、それが。一番、そうそこだね。手前だったな。誰もいねえだろうな。大丈夫だ、おそらく。じゃあ、これしっかりとじゃあやる。そこを開けるといいわけ。ひし形からだな。ひし形から。これだ。まず1番だ。ひし形は1。どうやって入力するんだろう。普通にキーボードで1って入力するんじゃないか、左から。あ、1。で、丸が4だな。4。四角が7だ。7。最後に2だな。2。開いた。音でかっ。開いたな。音でかっ。それは、何だそのアイテムは。これは、あ最初の門の鍵。これが、最初の門。あ、くっついた。くっついた。あそこだ。1で赤色って下の、奥の、あれじゃない？どこだ？一階の。気をつけろ、エルビン。聞けるぞ。来る気がする。確かに私も今、来そうな気がする。いや。こういう重要なアイテムを来た時に脅かしに来るからな。そうだね。お前ら、身構えろ。了解した。最初の問題。こいつが来ると言ったら。そこは2番だ、ね。一瞬だ。奴が姿を現すとしたら一瞬かね。奴が姿を現すとしたら、一瞬だ。あの目型はな。1は開けれるってことは最初の問題。ね、ここ4だな。あ、そこ4だ。その右のところが1かな？これ、ここも。あ、ここか。ここは違う。あ、ここだったか。ここ3。そこが。2。あれ？あ、1位だね。あ、ここだな。ここが1か。最初の門だ。開いた。次の場所だ。おぉ。次の場所か。着実に進んだな、エルビン。そうだね。大きく前進だ。この一歩は確実な一歩だ。我々はいずれ突き破ったろう。そうだ。なんか。え？この家から突き破る。なんかいるくないか。なんかいるな。え？これ何？エルビン。エルビン、近づいて大丈夫か？頭なくない？頭がねえな。頭あるぞ、頭あるぞ。頭ある。おい、どういう死に方だ、こいつ。え、これ死んでるよね。これ死んでるんじゃないか。なんか、脇腹になんか刺さってない？なんか刺さってる。ほんとだな。そっぱみじんになってんな。うわぁ。なんだこれ。椅子が刺さって、机か？うわぁ、ちゃんと。そういうことか。ちゃんと死んでる。やばいな、これ。ちゃんと、今度ちゃんと死体が出てきたな。うわぁ、ここにいる住民は死を芸術と思ってるタイプかもしれない。確かになんか芸術的なものが多いもん。なあ、確かにな。あ、なんか手紙っぽいのない？なんだこれ、手紙があります。誰からだ？読んでみよう。あ、これは非常に奇妙です。一人一人がウイルスに感染しているようです。彼らの発話は変化し、彼らの行動パターンは変化します。彼らは昨日と同じ人ではないようです。どういうことだ？何？どんどん行動がおかしくなっていウイルスに感染しているようだ。そういうことだね。うわ。グロとりあえず探索を進めるぞ、エルビー。ああ、了解だ。あ、光ってる。ここも金庫だな。これもギミックがあるっぽいね。ああ。どんどん進んでいくぞ。さっきの部屋だ、それは。これさっきの部屋か。では、こちらに前進。前進。うわ、ん、うん、おえ、びっくりした。びっくりした。なんでそんなの上にはなんかあったな。しかもなんか人が。ちゃんと人なんだ。え、待って、頭逆じゃない？え？頭ねじれてない？ねじれてる。うわぁ。やばいだろ、これ。ほんとだな。曲がっちゃいけない方向に。なんか、上のなんか隠されてたってわけか、あれは。
そうだね。くすみ。あ、ここはくすみ。まだ、開いた。まだ上からたらいの方がマシだったね、あれ。本当にそうだよ。本当だよ。ああ、死んだ。ここもいるな。カセットありません。セットがいる。カセットが必要みたいな。カセットどこかになかった？さっき。マジか。うん、なんか、入ってきた入り口らへんにカセットなかったっけ？一回確認してみるか。うん、ちょっとそっち方面で。あ、その辺にカセット、あ、それだね。それか。それを見るんだね。いやー、見たくないな。見たくないなー。あの、ドア開けた瞬間に来るやつが一番怖かったな。うん、俺なんか確実に脅かしに来るぞ、エルヴィン。待て、なんだこれ。過去の映像か。これ、やっと敵の正体が分かるというわけだ、エルヴィン。そうだね。ああ。不思議な角度だ。これ、どこだろう、ここ。どこだ。廊下だな。どこが部屋の廊下に見えるな。ね、いつまで続くんだ、この映像。どうした？なんか今音が。何があった？岩なんか落としたぞ。落としたよね。なんだね、何？ああ。左はでも普通に進んでるの。うん。そうだな。これはいつまで続くんだ。あ、でかでかえ、でかでか巨人なんだけど、だ本当に巨人だ。何メートル級だこれ ?2 メートル以上ありそうだ。2メートル級だね。2メートル級だな。やばい、目が合ってる。いや、3メートル級じゃないか。3メートル級か。3メートル級かもしれない。だって、あの大きな扉をくぐったぐらいのサイズ感だから。そうだね。音がやばい、音がやばい。音やばい、なんだ？なんだ？あ、終わった。いや、怖い、振り返りたくない。いや、怖い。怖いよ。一回アイテム、ヒラゴ。絶対あるぞ、これ。絶対に、後ろにあいついる気がする。これはもうお決まり、お決まりだな。お決まりかもしれん。そういうパターンだね。お決まりだな。おー、いないか、いないか、いないか。いないか。いや、いないと見せかけてからの。見せかけてからの左が指。あ、いない。いない。いない、いないな。急に静かだな。大きな扉は開けられない？ここ、え、さっきのカメラここじゃね？そうだ、さっきのカメラと似てるぞ、ここ。ここの、あ、違うか。違うと思うよ。ちょっと違うな。違うか、違うか。似たような部屋だ。難しかったと思う。エルヴィン。似たような場所に来たら気をつけろ。あ、待て、監視カメラめっちゃあるぞ。さっきの。なんかできる。何それ。なんだ今の。ここで奴の動向を探るんじゃないか、エル。変わった形の鍵、おそらくそれはスパイダーロックを開くために使用される。スパイダーロックなんかかっこいい。スパイダーロック。なんか映画館みたいな、ここ。ねえ、他にアイテムないかな。あ、なんだ。それ、あ、大丈夫そうだね。待て、俺監視カメラか。監視カメラっぽいよな。カメラだね。何か映るんじゃない？あ、やっぱり、私たち見られてた、んだ。え、ちょっと待って。なんだ？どうした？出たら待ち構えてるってこと、これ。左下見て。左下。あ、ほんとだ。私たちが入ってた通路じゃない？確かに、ここ入ったところだ。あ、違うかも、ごめん。なんかないね。え、違うか？ほんとだ。違うね。落ちてきたやつがいない。これはあれだな。あと真ん中の下が、私たちのいた場所だね。真ん中の一番下が。ここが私たちの。あ、そうだ、こっから入ってきたもんな。そっちの部屋はじゃあ危険ってわけか。ここちょっと怖いな。どこに繋がってんだ、これは。スパイダーロックって何だろう。スパイダーロックをとりあえず使いてえの、これ。入るとき気をつけろよ。あ、待って、そこじゃない？その、右の。これか？これじゃないかな。うわ、これか。やっぱり。マジか。あ、待って、何？真正面真正面なんか影あるえ、自分それ自分じゃないよね多分いや、自分じゃない自分じゃないよね自分じゃないな自分じゃないなんかでかい、でかい影ある気をつけろそれなんて書いてるのだ I am going to grab you all なんて書いてるのブラン、ブラム、ブラン、なんて書いてあるわぁ、わかんない。ビハインドみたいな書いてあるな。あ、ビハインドなのかなビハインド、アンドリップ、ユア、that's is, んかな、うん、おぉ、難しいな。これ正面、なんかいるな、これ。これ本、多分ドンってくるな、多分本当に。右は何がある右は何もない。よし、じゃあ行くぞ。行くぞ、お前ら。了解だ。あれ何何も来ない。何も来ないね。脅かされたな。もう、調子抜けだ。脅かしだけかい。え、何もないの
おかしいな、これ。何もないの。ええ。てっきり突っ込んでくるかと思ったぞ、私。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。なんだ。死体が消えてる。ほんとだ。ほんとだ。さっき落ちてきたよな、ここ。さっき落ちちゃった死体がないな。まさか。いつの間に消えた。まさかとは思うが、生きてたってことか。生きてた。ちなみに、スパイダーロックは、あれだ、2階の階段上がってすぐ左のところのも使えるぞ。2階？ 2 階ってどこ？うん、2階だ。あ、ここが。そうだ、2階に上がって、あ、おぉ。ちょっと怖いんだけど。マジで怖くなってきたマジで怖くなってきた。マジで怖い。結構いよいよ怖くなってきたな。そこ、左の正面の部屋、そこの部屋の奥だ。ここも使えるわけか。なるほど。そう、確かにそうだ。確かにあったな。ここ怖いな。そこ怖いよ。確かにな。ここ開けるか。開けてくれ。今度こそ来るかもしれない。いや、マジであのでかいやつマジで来ないでほしい。うん。3メートル級。目標3メートル級。なんだここは。さっきの2階だね。あ、さっきの。これよくあるやつだな。これ、ペンチ。え、な、チェーンカッターだ、チェーンカッター。チェーンカッター。これどこで使うの？チェーンカッター。どこかあってか、チェーンか。アメリカのマークのこれ箱は気になる。何もないか。待て、これ何に使うんだ？何か武器が欲しいな。ボルトカッター。あなたは、上等、それを突破するか。あ、これは。赤い扉、南京錠かな？赤色の南京錠壊せるんじゃない？一階に確かなんか、開けれない箱があったら得る。うん、あったあった。あれを使ってみたら。あの箱か。そうだ。箱というか、そこの、だね、さっきの。なんだ。真後ろの扉だね。あ、ここそこの扉、そこの扉なんて赤色だよ。ここだな。それ、開いた。おう。開いたな。あ、ここでようやく開けれるようになった部屋だ。本があるぞ。何かあるに違いない。多分、一番の鍵の奥にあった金庫のパーツじゃないか。あ、パーツかこれ。大きな四角い磁気キーって書いてある。これ多分4ついるんじゃないかな。これは 4つもいるのか。多分金庫を見たときに4つの四角いくぼみがあったから。あと3ついると思うんだけどな。どこで使うんだこれ。あと、多分南京錠の扉がどこかにあると思うんだけど。どこか。箱はどうだ。ここ開けてたか。そっか。こっちでなかったかな。あと上、こっちか。2階はないか。ないか、ないね。2階はなかったね、確か。2階は確かない。多分南京錠の部屋なかったよね。うん、奥の、一番奥の部屋の、右手前、うん、右手前になかったかな。一番奥か。そう、あ、左側だね、左の、そっちだね。そっちの右手前、うわっ今いたぞ。いたな、今のやつ。今いた、女いた。いたな、女がいたな。奥の扉に。いや、待て。ロックしてるな。奥の扉、南京錠ある。これか。いや、さ、一回ちょっとそっち。なんだこれ。いない？大丈夫？いない？さっきの、監視メーター。消えたな。いないな、消えたな。あの女は別になんか、俺、敵意は感じないんだから。やべえの、何メートル級のやつだろ。3メートル級のやつか。あの大男はマジで危険だと思うぞ、私が。ああ。何？地下室だ。地下室。エルヴィン、地下だ。俺はこのまま地下室に行きたい。本当は本当は帰りたい。そうだろうね。本当はもう帰りたい。もう返してくれ、私を。あ、絶対に何かあるぞ、ここ。気をつけて。曲がるとき気をつけろ。倒れてるぞ。これ人間か、これ。人間だね。今までのやつなんか、ちゃうな。違うな、女の子だ。色、ちょっと来てるな。これ2年後のエレンに似てない。今からこんな感じだ。お前、こんなとこに。私、は、あれにも見えるぞ。サシャにも見えるぞ。サシャね。多分女性だろ、これ。女性、あ、そうか、サシャだ。すずめの戸締まりの中、そう太郎だっけにも見えるな。そうたさん、それ。それ、そうたさん。そうたさんか。うん。金飯あるぞ、これ。金飯ある、そう。扉開けるぞ。ここの扉が、まさか、ここ、気をつけろ、エルヴィン。
ここ確かあれだな。渋谷の部屋だ。3メートル級のやつだな。開くんかい、しかも。気をつけろ。あれ、カメラあるぞ。え？何これ？急にカメラになった。何だこのカメラ。充電右上 100%。充電があるな。切り替えはできねえのか、エルビン。あ、やべえ、カメラ撮っちゃった。写真撮って。写真撮っちゃった。撮ってやがる。捕獲ってなってるよ。左下。何だろうね。これ、まさか、写真捉えろってことか。何を捉えるんだろう。どういうことか。え？ I see you. あなたを見てるって。I see. あなたを見てる。言い方を変えると、お前を見てる。怖い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 。ここ、開けたくないな。そうだね。正直言って私、開けたくないぞ。あ、でも多分そこしか行けないんじゃない？待て待て、ノックしてる。あ、叫んでる。エルビン、助けに行くんだ。助けに行け。あー、しまった。ロック済みだ。ロックエルビン、進むしかない。ああ、進むしかない。我々は進み続ける。なんだ、その辺空いてるぞ。ここ空いてるな。しかし何もないようだ。なんだここ。特に何もないぞ。何の部屋だ。便器の上になんかなかった？え？え？便器の上。驚きすぎだろお前。便器の上は何かない、それ。本当だ。あ、いやでもない。あるな。何もないね。何も触れねえか。ね、何もない部屋か。何もない部屋なんてあるのか。この白いので怖いな。もう怖いぞ。え？大丈夫か。あの、あ、アイテムが2つある。アイテムある。あ、それ鍵だね。これだな。ああ。そして手紙が、置き手紙が。二つ目か。置き手紙か。何なんだ、この手紙は。手紙だらけだ。誰もがお互いを殺しています。うん、どこからともなくナイフが揺れ、人々は戦い、そしてその完全な混乱、私は何人かが彼らの命を奪うのを見ました。神様、今私たちを救ってください。主の十字架が私のそばにとばとまりますように。ちょっとよくわかんないね、本当に。よくわかんないけど、でも、なんか、あれだね、おそらく、ウイルスに感染した人たちが暴走して、うん、唯一問題なかった人がそれを書いている状態なんだろう。まともな人間が書いたということか。そして、おそらく一人ではないということだね、やはり。ああ。奴らは。そういうことか。今のところ女とあの巨人がいるか。ああ、そうだね、巨人が。間違いなくあの巨人はあの部屋にいるだろう。うん。うん、待って、キャーって言ってたのは、さっきのやつか。その手紙を書いてた人なんじゃないか。その手紙を書いてたやつなのかもしれない。そうだろう。おそらく。ああ、もう助からないだろう。もう厳重な扉だな、これ。ああ。いずれ入るなって言ってるみたいだ。残り二つの鍵はどこにあるんだろう。だな。残り二つか。俺少々戻るの怖えな。戻るのめちゃめちゃ怖い。だ、ね、だからもう探索ここで終わりだよな、ね。そこのシャワー室がどうしても気になるけど、何もな。待って、入ってる。なんか血出てる。血出てる。入れるんじゃない？入れるみたいだ。エビ、気合入れろよ。まだ叫んでる。まだ叫んでるな。まだいんのかよ。うわ。あ。うん。え、扉開いた？開いてない？まだだ。拷問されてるのか、これ。拷問されてるっぽいね。怖すぎるんだけど。ね。閉まってんじゃねえか。私も。戻れないってわけか。戻れないってこと。私、あんた。私たちも。まさか、私たちが拷問される側になるの。うわ、来た！あ驚きすぎだろ。あおい、耳に注意しろ、エルビン。リヴァイ、冷静だな、お前。あ、待って、なんで？捕獲1ってなった。捕獲1してた。怪奇現象をその写真で捉えるたらいいんだ。そういうこと？なるほどな。今のでいいのか。今のでいいみたいだな。あれ？あ、エルビ、あれも撮ってみたら、あの、絵のやつも。どれだ？怪奇現象を撮るんだったら、さっき落下した絵だ。落下した絵。落下した絵は撮れたんじゃないか。え、てか全部ぶっ飛んでない？あ、ぐちゃぐちゃなんだけど。本当だ。本当だ。あれでも、カウントは増えないね。俺はカウントされないのか。テレビがないよ。テレビなくなってる。確かに、テレビがなくなってる。ダメだ。いい状況だ。どういう。一体どういうこと。あ、あ、待って、なんかいる。なんかいた。いたいたいた。今、捕獲した、捕獲した。捕獲したか。私、何が見えた今。ポケモンが一瞬過ぎて見えなかったぞ。左の扉が開いたんじゃないか。開いてる可能性高い。うん、今だって出てったもん。出てって右に行ったんだ、あいつ。右に行った。開いてる。開いてるわ。え？開いてるのか。2番の鍵だ。2番の鍵あるぞ。あら、女の人がいない。女の人の声が聞こえないな。食われたか。
食われたのかも。何の痕跡もなかったぞ、今。一回ちょっと確認してくれ。ここの部屋じゃなかったんじゃないか。二階の門の鍵。あ、あそこか？開いて、開けねえなかったとこじゃないか、あの、ユーそうだね。ねえ。これは戻らないといけないけど、奴と接敵する可能性あるぞ、お前ら。あるよ、本当にあるよ。よし、きしめろ。あれ、ご急に来たりしない？正面からはさすがに来ないと思うんだけど。右じゃねえか。こっちか、また地下か。また地下か。うわぁ！あ、3人だ、3人だった。3人になってるぞ。3人になったな。エルビン、しっかりそのカメラで捉えろよ。あ、捉える。サシャが。サシャがいない。サシャの死体がないな。これ、写真、カメラ撮られなかったら死ぬとか、そういう、あれか演出かもしかして。可能性は。可能性はある。あるね。じゃなかったらカメラを持ってる意味がねえからな。そうだよな、そうだよ。うん。なんだ？あいつはずっといらねえ。あいつはダメだな、意味ない。ああ。エルビン。なんだ？上に注意しろ。その先落下したとこだ。そうだ、あそこら辺もいた。あそこも落ちてきそうだね、あれも。あれも落ちてきそうだな。うん。ああ、落ちてくる瞬間捉えろ。むず激むずじゃん。激むずだな。うん。いや、来ない。とりあえず、2階に行くんだね。そうだな、とりあえず2階に上がるか。うん。ここじゃないよな。え、2階の。ここの2階じゃないよな、確か。ここ1階だから。そうだね、そっちの階段登って。だよな。これ右下の FPS ってなんかあるのか関係ない。いや、それはあんまり関係ないと思うよ。関係ないか。うん。なんか、雷の音だ。気にするな。お前ら雷は苦手か？いや、私は大丈夫だ。平気だ。私も平気だ。ね、そこの右側だね。ここだよな、ね、確実にここだよ。ああ、雷がてめえの頭上にぶち当たらねえか心配だから。やだ。そうだ。誰がノッポだ一番高いとこ高いからってお前。ねえ、私に落ちるってそう考えると、雷は当たらなさそうで安心だね。うん。うん。だからチビって言わないでって誰がチビだ全くチビだから。お前は安全だ。そうこう、穏やかに話してるうちにどんどん座るじゃん。逃げろえなんだなんだこ、どうなった今なんだどうなったんなんだかえこの家の何が問題がありますかそれはすべて非常に珍しいと感じます。非常に珍しいです。しかし、この彼はまだ私合意しないです。そう、全然攻撃してこないよな。確かに。喋っていたの。代わりに彼は私をストーカーします。振り返ってみる。私はそれを見ます。目を閉じるたび、来ます。彼はいたるところにいます。これあれじゃないか。俺たちが操作してるキャラのあれじゃないか。あ、そうだ。これは正しくありません。これはどれも正しくありません。誰かが私のレポートを盗んだ。そうだ、誰かが私を殺そうとしていると思う。そして私はこの家に閉じ込められている。まだ閉じ込められてるのか。え、今のなんだ私は生き残るつもりです。私は生き残ると誓います。私は死なければなりません。私はあいつに誓ったんだ。必ず生き延びると。誓った。俺は最悪だ待て続きがあるようだ。今右下 FPS やばいな。高いな。そのようだな。捕獲4してるからだ、まだしっかりと。しっかりとカメラで押さえたな。ポケモンだったらあと6、もうあと2体だな。なあ。雷めちゃなってなんか映りそうだな。そうだな。これまだムービーだよね。ムービーだな、これ。ああ。相変わらず時計は逆回りだな。あの女に襲われてここに来たってわけか。ああ。いや、でもさっきと同じ場所じゃない？さっきと同じ場所だね。あ、そうだ。そうだな。次は我々が反撃する。あ、それ戻ってる。あ、すいませんでした。お前、かっこつけながら間違えるんじゃねえよ。今日はここまでにしとこう。ああ、ちょうど落ちもしっかりついたことだしな。では、今日のところはこれにて、撤退！